皆さんおはようございます。2022年5月の8日日曜日の朝ですね。母の日です。今日はですね、母の日ということで2人の母、実の母とですね、義理の母ですね、そして妻に感謝の言葉を送ろうと思います。妻のお母さんも妻ももうこの世にはいませんけども、もう本当に素晴らしい愛をですねくださいました。そして今日はですね、母89歳とですねお昼を食べることにしました。まあ得意不得意といえば、親と食事をするっていうのはそんな得意じゃないですね。ただ自分が親になって思うことは、特に無性に子供と話したくなるんですよね。で、子供たちもよく分かってんのか、寂しがり屋だっていうのを、そんな気持ちになるときにメッセージをそれぞれくれるんですよね。一言、元気ですかとか、無理しないでねとか、今日はこんないいことがあったよとか、そういうのをくれるんですよね。で、振り返って自分に、じゃあ自分の子供が僕にしてくれてるようなことをですね、私が親にしたことがあるかと言うと、そんなにはないですね。やっぱり妻の育て方が良かったんだなと思います。そんなにはないって言うと、それも嘘ですね。ほとんどない。親も寂しい気持ちだったんだとか、親も大変だったんだとか、あんまり思ったことないですね。父親は大きくて、どこまでも強い人でしたから、強いっていうか綺麗な人だったですね。あんなになんかいろんな女性にこう、いや女性だけじゃなくて男の友達もですね、たまたまもう父を知ってる人たちと話す機会が多くなりました。私の知らない父親がですね、やっぱりそこにいるんですよね。憧れの父親なんだ、あの人なんですよね、みんなにとって。そうなんだ、あんな荒っぽい、しかもほとんど何も喋らん、あの人でですね、口を出る言葉はお前こがんこともでけんとかという言葉を覚えてますね。大車輪とかもしますもんね。そんなんできるわけない。2階からも飛び降りたりします。そんなバカなことしませんもんね。お前こがんとできんとか、なんかほんと両津勘吉っていうとあれですけど、両さんみたいなとこがあって、もっと言うとあのジョージ秋山さんのですね、あそこに出てくるお姉ちゃん、あちきと遊ばないっていうあの人ですね。あんな感じの人でした。いや、あんな洒落た人じゃないですね。おはようございます。洒落た人ってじゃないですねって言うと怒るかな。やっぱりおしゃれな人なんでしょうね。建築家で
いろんな街を美しく作ってますから、まあ母と似合うかっていうと、ちょっと母の日にこんなこと言うのはあれだけど、全然似合わんですね。っていうか合わんだろうって思いますね、自分子供として。まあこんなこと、五郎さんおはようございます。あんまりねプライベートのことは言わんがいいかな。久々でした。氏神様おはようございます。別の人がねですねいたんで、ちょっと門からくぐらずにですね来ましたけど、でそういうことで今日は母と食事をし、でも妻の母も素敵な方でした。60で亡くなっちゃったんですよね。ちょうど5月の3日に倒れて5月の13日に亡くなるんですけど、地域ですっごく慕われてて、高校時代から綺麗なお母さんで有名で、お母さん見に行く友達もいましたもんね。どんなお母さんなんだろうと思ったら、本当に自分のお母さんになるとは思わなかったですね。とことん優しい方でしたね。60だからもう妻のお母さんの年を超えたんですね。さて太郎さんおはようございます。うちにも太郎さんの種の飛んできよってすばい、カーコが運んでいっぱいクスの、おう、カーコおはよう、おい、クスが家に、しかしこのクスが家にあるとこの大きさですからね。あ、なんか言ってる。太郎さんお久しぶりですばい。ちょっと腕のボルトを抜いて、やっとしびれもなくなりました。元気やったですか、というか元気ではもうこんなもう400年を超えた木ですからね。で、あの知床観光船の事故のいろんなまだ行方不明の方がおられて、本当にもう一刻も早く見つかるようにって思います。改めて亡くなられた方に心からの哀悼の誠を捧げたいと思います。で、郷原信夫先生が書いておられましたけど、まさにこの小泉政権から、いやもうその前の橋本政権もそうですね、構造改革路線、もう限度を知らない規制緩和、これの落とし穴、恐ろしさ。今でもあの規制緩和を主に言っている政党がありますよね。私危ないと思いますよ。しかもこれあのコンサルタントの方の存在があった、あの事故の何日か前にダイヤモンドオンラインですかね、そこであの記事を書かれていた、非常にこうコストカット、それがもうさも善であるかのような規制緩和の風潮っていうのは怖いですね。安全命って言ったことをこう軽視して
そしてひたすらコストカットにかかる。あの五原先生があるところでおっしゃってたんですけど、どうしてここまであのひどくなれるのかと。で、経営者だけを罰しては、ちょうど一緒に独禁法の改正案というのを作ったんですね。リニエンシーとかを入れて、あれ独禁法三罰規定っていうのがあるんですよ。で、今日あの五原先生のその論をリツイートしておきましたんで、ぜひあの仲間にも見てほしいし、皆さんにもご覧になってほしいんですよ。つまりその業務上過失致死でその人間だけをですね罰していたんでは、あの独禁法の三罰規定、会社にもですねそれを及ぼすべきだと。で、ちょうど五原先生が総務省の、私が総務大臣の時に顧問をしていただいた時に、国交省案件でそのバスのですね、あるいはトラック、そういったことの運行について調べたことがあるんですね、行政評価局で。で、特にその観光バス、とんでもない実態で、行政指導って言ってもですね、その行政指導のやり方があまりにも手ぬるいっていうか、 いわゆる事業者側に偏ってしまっている。で、その結果何が起きてるかというと、いや、いい事業者に寄り添えばいいんですよ。だけど規制緩和とかそういったところの利潤第一主義の人たちに寄り添ってしまえばですね、実質安全というのは守られないんですね。で、結果あの時私たちは、まあ、1年でその職を去ることになってしまって、徹底することができずに、その後軽井沢のバスの事故とかあって、しっかりとあのやっておけば起こらなかった事故なんですよね。で、これは法改正が必要です。三罰規定を入れるためにはですね、あのこういう安全な運行についてもしっかりと国民の命を守ると。そのためにも、まあ、でこんなこと言うと放慢経営のジャブジャブの会社まで残すのかっていう人が必ずいるんですよね。でもそうじゃないんですよ。あの人間を大事にするってのは当たり前でしょ。経営、安全や命を大事にするってのは当たり前でしょ。で、この規制緩和路線、規制緩和が全部悪いって言ってんじゃないですよ。私あの2003年民主党の規制改革調査会の会長で、規制改革についての考え方を4分野に、ま、分けて出したんですよね。で、その時にもいわゆる弱者のふりをした強者、そこが規制で守られていると、部分、そこは変えなきゃいけないって言ったんですよ。だけど無責任な経営者が規制緩和に乗じて何でもかんでもやれば、何が起きるか、まさに命の危険、人権が守られないわけですね。で、よくこの際限ない規制緩和路線の賛同者はですね、あの要はそうやって過度に守られてる人間がいるから自分たちの暮らしが良くならないんだとよく言うんですよね。あは、なるほどなと。この沈む船の中、日本という全体が今の政治によってですよ、衰退をしてる、つまり沈む船だっていうことをよく分かってないんだなと。沈む船の中にいる他の仲間がいるから自分が沈んでるんだと思ってる。沈む船の中の椅子取りゲームをさせられてるに過ぎないんだっていうのを気づかないんだなっていうのをですね、つくづく思いますね。さて、もうこれで八幡神社様
終わりました、終わりましたじゃない、帰ろうと思います。こういうお日様ですね、いいお日様です。夜眠れなかった方はこの日の光をね、そういえば電磁波が浴びてるって言った人どうしましたかね。10日後に来てくださいって言ったんですけど現れんですね。まだ10日経ってないか。じゃあ皆さんね、夜眠っていろんなことに感謝して、そして人を温めて、暗く冷たい規制緩和の真逆、これをやっていけばいいんですよ。もちろん大事な規制緩和もありますよ。それについてはまた別のところでお話をしたいと思います。それじゃあ皆さん、どうぞ良い一日を。ごきげんよう。ありがとうございました。太郎さんでお日様だと眩しいですね。よいしょ、ありがとうございます。